小曲祭典11座のポスター。上部、左から、天活、初代、天一、天二生誕の地比北緯36度03分47.5秒、統計136度13分2.7秒、北緯36.063194度統計136.217417度、36.063194136.217417、 藤島神社境内にある天一が寄進した、灯籠初代、小極祭天一1912年6月14日は、日本の記術史である。福井城下生まれ。本名は、服部松朝日、幼名は、牧野八之助。日本近代記術の祖であり、小極祭派の祖。弟子で養子に、小極祭天に、小極祭天勝小極祭天陽。 小曲祭天守らがいる。父は、福井藩の国家老、狛江の家臣で、剣術師藩の牧野海兵。家が断絶となり、万円元年に、阿波在住のおじが住職を務める最高寺に、預けられたが、両親が、相次いで、病没、特土して随山と名乗る。一行いくつかの寺を放浪。維新の頃には、淡路で浮かれ不死の前座で、公爵を始める。 その後、土佐の県渡りの太夫となるが、奇襲で日渡りに失敗。立川正月という芸名を名乗っていたが、その後音はなき樹祭と改名。明治9年に、阿波に戻り、服部松朝日と改め戸籍を得る。大阪の見せ物小屋で、柳川町多摩祭の西洋手品を見て感動。大阪で貿易商を営み、工業や見せ物も行っていた。 西洋人ジョネスと知り合い、西洋手品を学ぶ。明治十一年、ジョネスと上海へ巡業。西洋と中国の手品を学び、翌年帰国。大阪千日前の工業士、奥田弁治郎の手で、イギリス帰りと偽り手品を行う。当時人気絶頂の起点祭小一にあやかり、芸名を小極祭天一と改め、明治十三年に天十一座を旗揚げ。 キリシタンバテレンの貼り付けや大礼服姿で演じる、音名スイカの使い分けで評判を取る。同年結婚後、阿波に戻り、後年海外で話題となる、サムタイを演じたりする。以降人気が上がり、十数名の一座で、明治十八年には、道頓堀の角座や、東京浅草猿赤町の文楽座で興行する。当時としては飛び抜けて高価な一円という入場料を、取って、 三軒爆包積み入れなどの大掛かりな技術で大成功を収めた。天一は、スライハンドよりも、大仕掛けの技術を得意とし、十字架の貼り付け、噴水自在の術、大砲芸などを見せた。また、手妻、放火、手品等の総称として、技術という用語を定着させる。大覧公演や天覧公演もたびたび行った。明治十三年に一座を解散し、 天一、天二、天活の指定三枚看板で欧米を巡業する。著書に西洋手品種明かしがある。2012年8月3 4日には、天一の出身地の福井市で、没後100年記念記述大会、天一祭が開催された。以後ワンデーコンベンションとして、毎年開催されている。同年5月27日には、 日本記述協会により天一の成果があった福井市大名町交差点付近に没後100年記念の石碑が建立された。記述史の小極祭天一小極祭天一は西洋記述をアメリカ人記述史ジョネスに学び、明治22年、明治天皇御前公園で政財会の地球を得記述会の第一人者となった。後に、 魔術の女王と言われた、小極祭天活はその弟子。奇術に使う二羽の雀の親り。東洋奇術博士と自称する小極祭天一は、そのことと、その術と一致して実に不可思議なる。奇術を演し、大活祭を越中至るところか工業あたらさるなしぜ、東名物寺の家家の一なりというと、記載あり。西洋大手、品半札この札ごじさんの恩方は、 木戸藩値段にてご覧に入れます昼午後2時始まり夜7時始まり両国へ行員境内にて西洋記述大博士小極ひとし天一と記された藩札券が書き写されている。清水清風著東京名物百人一首明治40年8月記述史の小極祭天一より抜粋福井新聞1910年9月2日付には 次の記事が掲載されている。天一氏の美挙昨日より、昌平座によりて花々しく開園したる小曲祭。天一氏が東福井出身なることはすでに人の知る。ところなるが、天一氏は、その福井出身のゆえにておりに触れて、当地のためにはっかり昨年来福の不死は、育児院のために一日の事前工業をなしなおほ、藤島社へ。 石道路を堅能したるが今年はその趣向を変え、天一氏が工業期間中入場券の育部を育児院の手にて売りさばきもらえ、不ことのしそのうちより育分を育児院へ寄付することとしたるが、育児院に売りさばく入場券は普通50銭のところを40銭とするよしなれば、一方にお手事前となると時に一方にお手事故の利益となるをもって、 天一を民とする人々はかなり育児院の手より回避、求めやるがよから、ちなみに、天一の講師店には今回は個国における初めての、開園なるよりこれを記念せん、ため、藤島神社へ、手洗い場の方の方を申し込みたり、小極費として天一ボス東京朝日新聞明治45年6月16日、新聞修正、明治編年時。第十四巻、天十一代 P4 藤山慎太郎 NTT 出版、福井の先人たち P11 福井、県立子供歴史文化館編集、発行、実証、日本の手品し、P156 松山光信部長東京堂出版、天11代、明治のスーパーマジシャン P9 藤山慎太郎著、NTT 出版、若越山脈 P55 青少年育成福井、 県民会議編福井県企画部成少年課発行。点11代。明治のスーパーマジシャン P57 藤山慎太郎著。NTT 出版。福井新聞2012年8月4日3面。点1の医療時代へ。福井新聞2012年5月16日24面。小曲祭天一赤碑で検証。清水清風著。 東京名物102日種明治40年8月、記述史の小曲祭天一国立,国立国会図書館、蔵書、2018年2月9日閲覧。ありがとうございます。